ございます。本日はお忙しい中ようこそおいでくださいましてありがとうございます。改めまして半田浩二と申します。お近くの方、そして遠方から、たくさんの時間をかけて来てくださった方もいらっしゃるかと思います。僕も、今朝早起きをしまして、ちゃんと歯も磨いて顔も洗ってですねこの会場に、着いたのがですね、大体家からここまでが6分ほどかかりました。町田市の方たくさんいらっしゃるかと思いますが、向ヶ坂ってとこに住んでおりまして、はい、今年の2月に向ヶ坂に来ました。お隣の、大和市のですね月見のあたりに住んでたんですよ。その時には神奈川県民でございました。最近は東京都民になりました。少し偉くなったようになってます。でこの話を僕の実家 の千葉県の方の同級生にしたんです。これから俺のとこはあの家が神奈川から東京になった、電話番号を教えろと言われて教えました。なんで03じゃないんだって。そういえばうちの近所の人たちも大体都心に出ていくのに東京に行ってくるっつって言われますからね。おかげさまでもう25年歌わさせていただいております。25年も歌ってますけれども、やはりこういう大きなステージ緊張します。特に前の方に綺麗な方なんかいらっしゃいますと、より緊張するんですが、まあ、その点今日はすみません、よく暗くてよく見えない。デビュー当時はね、マネージャーさんにどうしても緊張するんだけどどうしたらいいんだって、聞いたら、お客さんをじゃがいもと思え、あでもお客さんと目と目があったらもう自分の歌詞を忘れたり歌間違えたりしましてね、本当に失敗も多々あったわけなんですが、最近ようやくお客様がじゃがいもに見えてきたんです。すいません、こんなことばっかり言って、でも本当に感謝しております。その感謝の気持ちを歌に込めまして、続いての歌はありがとう出会ったすべてのあなたにという歌を聴いてください。